リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。本日はね、動物とは関係ない、私がたまに上げているドラム動画の作ってる風景っていうのをね、少しだけ見せていこうかなと思って動画撮り始めました。で、まぁ、今回ね、可愛くてごめんっていう曲を、耳コピーをして、実際にドラム音源を叩いて、で、まず耳コピーのね、楽譜を作って、でその通りにまず自分で音源も叩いて合わせるみたいな形を取ってるんですね。で実際にドラムがね、ドラムセットがここにあって、これは楽譜が出来上がってから実際に叩いて録音していくっていう形になります。で録音の方式としては、私は A メロ B メロあとサビみたいな感じで分けて取ります。で後でくっつける感じですね、切り張りする感じを取っております。あとは、なんか途中音がうまく取れてないときは、今使ってるこれ右のソフトがあるんですけど、右のソフトのドミノっていうやつをそのまま、作ったやつを、上から被せるようにしてます。こっちのね、ヤマハの、これ電子ドラムなんですけど、電子ドラムの音も、ドミノで今使ってる、VST ホストっていうのと合わせて、そっちから音源が出るようにちょうど調整してるんですよね。なので、電子音に関しては同じ音が流れるようにしてるんですよ。で実際叩いた方が臨場感が出るので、実際叩くようにはしていて、で今ドラムの譜面がこんな感じで作っている状態になります。でこのドラムの譜面が作ってる理由としてなんですけど、アニメーション流す時に実はこれをね、アニメーションとして、外部のねアプリケーションに流すんですよ。今起動するかな、起動したね。D モーションっていう、ここにね、MIDI ファイルを入れると、こんな感じでね。これ途中までの MIDI ファイルはもう作ってあるんですけど、これをやるとドラムのトラックをね、出して、それをね、アニメーションとして、出してくれるんですよね。で、アニメーションとして出したやつが、今ね、ちょこっとだけテストでやったやつの映像があります。これはテストしたやつですね。これドラムのモーションはもう作ったモーション流した状態ですね。でダンスモーションはお借りしているものになります。なので自分のうちのリントちゃんにね、ダンスモーションだけは別で、はい、こんな感じでね作っております。これはね、ちょっと SNS に、インスタかなにアップするのにちょっと作った動画ですね。はい。っていう感じで、最終的にね、MMD、ミクミクダンスの方でダンスさせるっていう状態です。で、まあ、やり方としては、まず、やりたい曲を決める。はい。まず1ですね。で、やりたい曲が決まりました。ってなったら、次にドラム音源を、もう楽譜を作っちゃいます。で、楽譜を作った上、その楽譜が、まあ、耳コピの、完成形になるわけですよ。で完成した耳コピーのドラムを、実際に、電子ドラムで叩きます。で耳コピーをするときに、私いろんな方のも叩いてみたが、もし出ていればその方のをちょっと参考にさせていただいてて、今回は、この方なんて呼んでいいのかな、これ東龍さんかな、東龍さんの叩いてみたのと、こっちのやつで譜面の途中がですね、多分4分の6拍子の部分があって、そこを知りたくて、これ楽譜下についてるのがあったので、ちょっとここ見ながらっていう感じにはしてます。ただ途中途中もう全然アレンジしちゃってます。本来だったら拍子の休みの部分とかの途中に、どこかな、どこの譜面かな、ここか、ここね、2小節休みなんですけど、私2小節休み入れてなかったりとか、そんな感じでねやってます。はい。で実際にドラム叩いてみた人のがあれば、もう手の動きとかを見ながらそれを耳コピーに当てるって感じですね。で今回は今まだ途中までなんですけど、耳コピーのものとしてはこんな感じで、これは今 B メロかな、
でさっき言ってたところはこのもうちょっと後かな。この次か。そうです、ここ2小節休みなんですけど、私はここで入れようかなと。フィルインっていう感じでね、フィルを入れようかなってしております。はい、まあ、そんな感じで作っております。でこのドラムの音源のデータができれば、さっきの流してたあのモーションをね自動生成してくれるアプリでモーションを自動生成してもらって、で自動生成してもらったドラムのアニメーションをそのさっきのミクミクダンスっていうあのダンス当てるやつにね入れるんですよ。でこんな感じで実際にあのドラムを叩いてもらって、でダンスのモーションは自分で作ってないので、これはちょっと借りた映像をね、借りた映像とか借りたモーションをね入れてます。ただね、自分のキャラクターは自分で、このリントちゃんはね自分で作っております。でリントちゃん自分で作ってて、こっちのね ドラムもね借りたモデルにはなりますけど、自分のキャラクターは自分で作ってるっていう感じですね。でモーションもねあのツールを使って作らせていただいてますけども、実際に自分で何て言うんですか、あのドラム譜面打ち込んで、で叩いて、で一応自分の音源を使うようにしてます。でアタックのね音の入り方とかもちょっと変わるんだよね、強弱というか。なのでその強弱をつけるのにあえて自分で叩くようにはしてます。ただあの右で作ったこの音源をそのまま流してもいいんじゃないかなってたまに思うことはあるんですけど、一応叩いた音源は作っておきたいなっていうことで、あの全部譜面が打ち終わったら叩いた音源作る感じになります。でこのタイミングでねあのドラム打ち込みながら、これはここは右で叩くとか左で叩くっていう指示をもう入れちゃって、あのじゃないとモーション入れた時にですね、全部右手で叩こうとしたりとか全部左で叩こうとしたりとかってしちゃうんですよね。そうなっちゃうとね、なかなかあのアニメーションとしては破綻するので、あの16分音符をダダダダっていうのを全部右手で叩くことから、ね、ダダダダってダダダダって、普通は右左右左で叩くのこうダダダダってダダダダってな叩くところをあの片手だけで行こうとするので、それはねちょっとアニメーションとしておかしなアニメーションになっちゃうので、ちょっとそういうのはね作り変えたりとか指示を入れたりっていう、この辺だね。そうこの辺、この辺はあの偶数と奇数でちょっと変わるみたいで、偶数奇数で入力をして、偶数だと左手で叩くのかな、スネアドラムで、奇数だと右手で叩くみたいな感じで作り変えれるので、それを作り変えたりっていう感じでね、まあ、指示出しをするって感じですね。あと最後この MMD っていうさっきのねやつに流してからは演出を加えたりとか、あの背景をより入れたりだとか、これは背景入ってますけどカメラモーション入れてないんですよね。で逆にこれカメラモーションはお借りしたものなんですけど、あのこれはねカメラモーションは途中までできてるので、このカメラモーションをまたいじったりみたいな感じですね。ただこれ背景入ってないので、でこれ背景入ってないしドラムがね後ろにいないので、ドラム後ろに入れたりとか、そういうのをねあの一個一個付け加えていって、最終的に一個の PV みたいな感じになります。はい、分かりやすいところでいくと、1個だけ曲を私のチャンネルで流すならばどれがいいかな、ドラムのやつがあるよね、叩いてみたっていうのがあるのでこの辺がいいかな、これが演出加えた最終的なやつですね。あ、これも実際に自分で叩いた音源使ってます。はい、こんな感じでね、あの演出加えてここにね歌詞入れたりとか、あとフィルムのねあのこうザーっていう感じのを入れたりとかっていう感じで作っております。まだね今入り口段階です。あの本当にドラムの音源作って楽譜打ち込んで、で楽譜通りに叩いて、で叩いた音源と
原曲の曲をミックスって言って合わせて、まあミックスってほとんどミックスじゃないんですけどね、ドラム音源なんで、ドラムの音重ねるだけなんで、ドラムの音重ねて、でできた音源と、自分のキャラクターとドラムとか用意して、映像としてねまず組み込んでいって、でそれが終わったらカメラアングルとか演出加えて、で最終出力と、まあ、歌詞入れる場合は歌詞を入れて、で全部終わったら一個のね動画になるので、その動画をあとは YouTube にアップするって感じになります。今ねクリスマスぐらいにはこれアップしたいなって今思ってて、作ってます。でおそらくこの説明してる動画っていうのは、あの後で上がると思います。まずこの映像を完成させちゃうと思うので、この映像よりもちょっと後に多分このメイキングというか、あの作っている風景っていうのはできるかなと思います。メイキング映像はちょっと全部撮るのは無理なんで、あのご説明動画っていう感じにします。メイキングだと本当に私以外にもう一人いてカメラやってほしいし、例えばドラム叩いてるところをね、映してもらったりとか、まあ固定カメラをねこうやって置いて自分で撮って、でメイキングを作るっていうことできるんですけど、じゃあそこまではしないです。はい、まあそんな感じですね。はい、私のチャンネルたまに上がるドラム動画の、あの制作貢献でございました。本当ね、リンドさん何やってる人なんですかってたまにちょいちょい言われるんですけど、私はそうですね、動物が大好きで、音楽も好きで、音楽というか、まあ、ドラムが好きでっていうのをねちょこちょこやりながら、活動っていうほどの活動はしてないんだけどね、そういうことをしております。はい、もう最近はもうこのドラム動画を作るのか、ゲーム実況をしてるのか、本当うちの子の動画アップするかの3択ですね。はい、ちなみにうちの子たちは横であんな感じでね、はい、暮らしております。って言ってもみんなまだ寝起きてるけど、そんなに活発じゃない子たちばっかりなんで、夜行性の子も多いし、そんなにそもそも活発じゃない子の方も多いしっていう感じですね。みんな幸せそうに暮らしております。はい、っていうところでね、今日はドラムのね動画の制作の光景というところをねちょっとご説明させていただきました。この動画を見た上で、作ってあるね可愛くてごめんっていう曲の PV 見ていただくと、あーこういうのしてできたんだっていうのがねなんとなくわかるかなと思います。もう全部一人でやっても、一人でって言ってもね、こういう風にね YouTube で検索して出てきた方をね参考にしながらミニコピーを作ってっていうのはしてますけど、基本的にはもう本当に全部ほぼ一人でって感じですね。まあツールは借りていたりとかするのでなんともあれですけども、まあツールをうまく使いながらもうほぼほぼ一人で制作して、でまあ絵コンテじゃないですけどね、カット割りみたいなのも自分でやって、で最終編集とかも全部自分でやるので、まあ作業量としてはえぐいことにはなってるのかもしれないですけど、まあなんか今のこのねパソコンの環境下だとそういうことができるなっていうところでございます。はい、まあ、またねこういうドラム動画作ってはいくと思うので、メイキングとして、へえこんなことやってんだこいつって思っていただければなと思います。はい、ということで本日はねドラムのメイキングのお話でございました。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のね、フォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リンドウでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンドでした。バイバーイ。